またこの夢か。不思議と気分は悪くない。人と深く関われない自分はきっとここの方が落ち着けるんだろう。ようこそ綾香姉妹。どうも。ユキトの父親、師匠は俺にとっても父親みたいなもんだからな。なるほど、あの子が帰ってきたようだ。お前まさかユキトか。ざっと10年ぶりか。お前5歳まではここで育ってたんだぜ。なぜ急に呼び戻そうなんて思ったんですか。やるしかない、やるしか。